腰物奉行は、江戸幕府における職名の一つ、お腰物奉行とも書かれる。古くは、お腰物頭、お腰物番頭と呼ばれた。将軍の博士や創進具、及び諸公から献上された刀剣や、諸公に貸しする立ち、刀、脇差しなどの一切を司る。若年寄り支配で、定員二名。価格が二百国から千国のものが選ばれ、昇華のま目。め。に、 組頭二人、腰物法十五から十六人がおり、他に腰物持ちと腰物奉行同心が十人属した。刀の試し切りも担当したが、実際の仕方は、山田朝上門に依頼して、死罪と決定された罪人を切らせることで行った。牢屋奉行などと共に立ち会い見分をした後、刀の切れ味を将軍に報告した。女王2年10月15日に、 押田三次郎がこの職に就いたのが始まり、漢文六年には、薬量四百票であったが、天那二年に廃止、教法八年七百国高の職となる。元禄十四年、腰物頭は腰物奉行に、それまで腰物奉行と呼ばれていた職務は腰物方に、それぞれ解消。慶応二年に、腰物法と共に腰物奉行は廃職となり、その職務は、 何度方が兼務することとなった。ありがとうございます。